6番手から4番茅野博文、予選 1S まくり返せる6着でした。今日から補充、地元2番の阿部龍文が追走です。打賞の周回です。3周1コーナー、4番茅野、2番の阿部龍文、鹿児島大分勢が一旦前に出て少し様子を見る。3番手4番手並走です。6番竹本が3番手、外から3番野崎を決めながら前に上がって、打賞のところで6番竹本前に出たところ、5番手素早く3番野崎がリスタートを切った。2番手徳吉が1回抵抗、2センターから4コーナー、6番竹本に3番の野崎が襲いかかった。7番の川本は連結離れしましたが、どうするか。川本はもう1回最終船、野崎を迎え入れました。6番竹本先行、1番徳吉、福岡勢先行です。1コーナー6番手から4番茅野、2番の阿部龍文、鹿児島大分勢がまくり返せるか。バックで前3番野崎、合わせをするがその上を乗り越えて茅野、2番の阿部龍文、鹿児島大分勢が福岡勢に襲いかかる。前は眼光状態、5番手から3番野崎、内潜り込む。現在内側だ、内側石が空いた、インマクリングすぐれるが、いや6番3番広がった、さらに3、6、1、4、2、7、横に広がったか。わずかに3番の野崎押し切ったか。6番の能見がどこで動くか。4コーナー回ってアタックスタート、赤番標識です。4番の片山は前踏み込むが車をすんなり下げます。7番車大久保照之が4番手4番手切り替え作業に出てきましたので、4番片山、6番能見、両ラインの前後入れ替わり、5番手下げ切って4番の片山、ここで打賞です。5番手下げ切って4番の片山、4番手7番の大久保との車間を詰めて2センター外に持ち出して仕掛けようとしていますが、動き察知した6番の能見がどんどんペースを上げて、2番手の山崎も4番の片山の出方を警戒、6番の能見のマイペースを先行です。5番の山崎はここは徐々に1センターから2コーナー車間を開け始めて盤石の体勢を築きつつあります。バック手前5番手から4番の片山逆襲、片山まくり返せるか。4番手から3番手3コーナー番手5番山崎は十分の間を取って引きつけます。6番手あたりから1番の船川切り替える、4コーナーが直線、6番能見先頭、3番手が3番井上豪がどうだ351横広がった。井上山崎船倉3人横一線どうか。自力持った2番の山本欣也、短期7番手です。4番手から戸田が上昇、残り2周です。2番の山本欣也は6番梶尾の押しを続きますので四国4人が前段、7番の大谷が3周2コーナー手前で5番手下げ切ります。地元戦、大谷がなんとかここ意地を見せたいところ、人気の戸田のラインが主導権です。打賞を迎えた4番手の車間は4写真から5写真広げた7番の大谷、かましを狙うか。3番の戸田が上の出方を警戒、来るなら来いと戸田が上に挑戦状を叩きつけた。コーラでは戸田が気迫の先行です。上や4番と車間が広がっています。6写真ほど、果たして地元戦間に合うんでしょうか。徐々に上が車間を詰めに行く。4番今の山本、やや車間を分けている。最終のバック直線コース、5番手から7番上が反撃、上の反撃3コーナー。現在4番手3番接近する6番の梶尾が抵抗、2番手5番の近藤車間を分けている。4コーナーが直線、3番戸田先頭、戸田先頭番手5番の近藤、3番5番並んだか。あとは6番の梶尾が3着入線、人気両者戸田か近藤か。同期対決、まずは地元4番篠田からアクションを起こした。打賞の周回3周1コーナー、前後ラインが入れ替わります。久木は5番手3周1センターで切り抜けて車間を約3写真広げます。どこで逆襲転じるか。前傾で踏み込んでいった4番の篠田が応戦する。打賞3コーナー、久木が外から同期篠田に挑んでいく。中四国3番と6番太田は連結離れた。1番の小林も連結離れて、現在4番手ホーム、4番手が小林弘和が追い上げます。現在3番手2番手横林接近、久木の横1番の小林がなんとかドッキングできれば2番手だけが今並走だ。石丸が下げて4番手2番の高木隆二5番手、今度はバック4番手自分から石丸が自力戦時まくり上げます。4番白田と3コーナーで5番石丸がまくり切る。あとは突き放す勢いだ。4番の白田2番と収まった。1番小林3番手2番の高木隆二7番飛田、九州勢が2番手か6番直線コース、突き放した5番の石丸圧勝体制で5番4番3着2番1番どちらでしょうか。残り2周通過と同時に踏み上げます。3番の野口体制は内側すんなりと
車を下げます。3周2コーナー手前で5番手下げ切り、前後ラインが入れ替わった。4番手の車間は2車身弱、3番の野口、どこから仕掛けるか。打掌、まだ2番の横内は流しています。野口の出方を警戒。野口が前傾線入っていますが、まだ5番手、4コーナーから横内が4車の厚みフル稼働、全力でペースを上げていきます。もがきます。横内、あとは己との戦い。野口体制余裕があるか。まだ4番手車間は2車身弱、足をためにためて野口、ワンチャンス勝負にかけるか。こうなればマクルー組勝負か。前はかかっている野口大成、間に合うのか。2センター5番手、最後直線番手から4番橋本勝弘、橋本勝弘4番7番並んだか。野口大成は3着に絡めたか否か。初日はアクシデントになった6番の橋本かや、なんとか今日はいい着をとにかく取りたいところ。注目5番の吉岡は真ん中4番手、昨日は5番手かまし線後で押し切っています。その吉岡が残り2周の1コーナー少し車間を上げています。現在林真奈美は吉岡の後ろ、3番の田中真也、1番の矢野が7番手です。3番手4番手、この車間が現在約3車身、2番の渡り口が2番手の車間を少し開けました。打掌、6番の橋本かやが1番前、7番の野口のぞみ、少し車間を上げた2番の渡り口マリア、2センター手前7番手が1番の矢野照雄がここはかまします。ドカンとかました。ジャン4コーナー7番手が矢野照雄、短期で大がまし打った。コリオホーム5番手から5番の吉岡が追いかけていきます。4番の林真奈美、人気の2人が2番手3番手、短期でかます矢野を目標する。5番の吉岡がここは一気に矢野をまくっていきます。最終のバック先頭ほぼ通過か。4番の林、人気両者に7番の野口のどうやら上位三強ムードか。2番手から早めに林は外を持ち出す直線コース、5番手からまくった吉岡、乗って4番の林真奈美を追い込んで5番7番2着、どちらでしょうか。おとといまで和歌山を走って中1日へ、今日から補充参戦の森内、7番手1番後ろ3番の高尾が動きます。昨日はナスマークの6レース4着でありました。打掌の周回です。7番手からまず3番車高尾君香が5番の松尾の横、その内側に4番の野口由美香、やはり6番尾形も後ろ3人が主張してきましたが、真ん中の5番の松尾どうするか、一旦ちょっと前に出をするが、内と外から野口と高尾もやはりここを一度狙ってくる。結局5番の松尾が車を下げました。今度は6番の尾形の後ろ、内が4番野口、外3番高尾です。3番手から踏み込んでいくかまし気味に6番の尾形も2走目ホーム先行。今日は地元野口ぴったりとついた。初日のことを反省してしっかりと今日は地元意地を見せて食らいつく。2番手3番車間がいた、1番西今が第2先行で追いかける形、あとは2番の三宅4番手、その後5番手に3番の高尾、5番の松尾離れて7番森内の展開です。3番手が徐々に西今が追い込み勝負、4番の野口は内をつく、4コーナーあった6番尾形先頭、尾形先頭、3番手が西島がゴール伸びて6番1番4番2番の3着、どちらでしょうか。4番坂田、熊本勢に3番鹿児島上越3人で外上がります。打掌の周回、4周1コーナー7番の峰重、3番手粘るか。3番の上越が浮かされてどうする。結局は上越は元の位置7番手に戻されてしまった。峰重3番手、車間を分けて5番の河津5番手、3番の上越は元の位置7番手戻されて鐘が鳴っています。2センター5番手から5番の河津1番山田、北海道勢がかましていきます。最終ホーム熊本勢に北海道勢かました、河津山田かましが決まった。これに3番の上越は乗っていく。1コーナー6番手から7番の峰重まくり上げる。これをバック3番手から3番の上越、今日はジムから縦に踏み込む。北海道勢を3コーナーで飲み込んだ、短期でまくった上越、これを後方から5番手から7番の峰重が3番の上越を給水する。4コーナーが直線バック3番の鮮やかにまくった3番の上越は短期戦を乗り越えてゴール。7番2番2着、どちらか。西九州勢の横通過、地元大西の横並んでいきます。残り2周、4周1コーナーで東北勢が一旦前に出た。4番の成松は
2番の大西の横、3番で九州両者並走も、ジャンバイの2コーナー、東北勢の上から4番になります、6番入れ、西九州勢に1番の徳島の大久保がこの3番で乗り換えた、大久保直哉は3番で3番でうまくキープ、金が鳴った。5番の佐藤は下げて4番手、地元2番の大西は5番手と車間を2写真上げて6番手です。4番の成松春樹がまだ流している、ホーム手前6番手から九州別線、地元2番大西の逆襲、7番の土井が離れている、6番手から大西高明1人でまくり上げて3番手まず収まった、間発せず2コーナー一気に踏み込む、2番手入れが止めに行く、その山乗り越えた、4番成松2番手大西が迫って3コーナー届くのか、2分の1写真、2番の大西粘れるか、苦しかった、中段5番手か、5番の佐藤が外外持ち出した、直線コース横広がった、なりませんと、なりませんと、外が46234車広がってどうか。4コーナー踏み込んで小川城太、残り2周早坂抑えます。1コーナー6番手から5番の原口が追い上げます。4番外から7番の早坂を決めに行く、4番手5番手並走です。北日本勢が福岡勢に蓋を押さえて、原口がスーッと前に上がろうする、前へ前で4番の小川城太が突っ張った、小川城太突っ張って四国の3番で6番の栗田が連結離れた、2センターから4コーナー手前うまく3番サイドドッキング、人気の北日本勢は候補に置かれた、5番の原口はサイド攻め込んだが柳詰離れた、5番の原口短期で先行、4番の小川城太ローセス2番と収まって車間を空けている、7番の早坂1番の大森、本戦の北日本勢は果たして間に合うのか、バック手前6番だから早坂逆襲、5番だから4番最終3コーナー、4番の小川城太がもう2センター外持ち出した、7番の早坂のまくりは中段でいっぱいか、1番大森は7番で間を割って外へ持ち出した、横広がった番手がわずかに3番下抜き出した、久米亮です。大森が2着届いたのかどうか。坂本の横足を止めてじわじわと前段接近、残り2周3番の吉田智也を抑えます。6番の室井隆二がここは1番の坂本にかなりプレッシャーをかけた、強引に1番の坂本、3番の吉田智也合わせて踏み込んでいく、前の取り合いか、1番の坂本隆二が打掌先行で4番の伊藤相馬が結局6番手追いやれた、3番の吉田智也がうまく3番手2センター、ここは四国での間を強引にこじ開けて4番の伊藤相馬、2番の田中誠はちょっとどうしたか多く遅れてしまった、田中誠どうしたんでしょうか、7番でこれをずるずる下がってしまった、4番の伊藤が短期先行です、車間が3車種空いて1番の坂本、7番吉田が中国で2番手3番手、バック手前4番手が3番吉田智也、5番の佐々木の力、6番の室井離れて2番の田中誠は7番手、1番の坂本は手を追うと後方に落車がありました、現在競争は5人の状況、4コーナーが直線です、4番伊藤先頭です、4番伊藤先頭で4番7番6番2番1番の入着の模様。松川が3周4コーナー、青森勢の後ろを5番手下げました、車間を開けながら3番手木村が松川の動きを相当警戒、打掌の周回です。何度もこれでもかと言わんばかり3番の木村、2番手の車間をかなり開けて松川の動き1点だけ警戒です。2番の小川健人が前踏み込む、打掌3コーナー一気に3番の木村が勝負いた、2車で行きます、3番手を2番の小川健人と7番の松川、4コーナー内が空いたところ2番の小川健人を潜り込んでいく、7番の松川は追い上げて今は3番手外あたりか、福岡勢がやや距離ができている、青森勢が逃げる展開、3番手外並走から7番の松川がまくり上げる、3番の木村のかかりもどうか、3番のアウトから7番の松川がまくり上げて、まくりで3コーナーで捉えた、5番の菅原、1番の大塚まで本戦3人できて切り替え、7番とか4番の八尋が追いかける直線コース、7番松川先頭、地元で5番の菅原、7番5番並んだか、大塚は3着、前は松川、菅原、どちらでしょうか。